コツこんにちは。今日は、ハイキックの蹴り方、そしてそのコツをご紹介いたします。体が硬いから、ハイキックは蹴れないっていうふうに、思っている方が多いですけれども、ハイキック別に体がそんなに柔らかくなっても蹴れます。よっぽど硬かったらちょっと高さは低くなりますが、それでも蹴れないことはありません。僕もハイキックは結構蹴りますが、体は普通です。硬くもなく柔らかくもありません。特に最近は柔軟サボっているので、そんなに柔らかくありません。人並みです。それでもハイキックは蹴れます。逆に体がめちゃくちゃ柔らかい人、もう股割りでこうベターっとつくような人っていうのは、性質的に、体が硬い人よりもハイキックの威力というのは、少し落ちます。これの例ですけれども、例えばこれが体が柔らかい人の足だとすると、これ柔らかいです。このビヨーンと伸びるぐらい柔らかい、柔軟性の高い人、柔らかい人の、蹴り、近い間合いからも、蹴れますが、こんな感じです。張って蹴って、でも体が硬い人、これ硬い人です。硬い人は伸びません。こういう人の蹴りっていうのは、物差しとかでやると分かりやすいです。こう物差しを沿ってピシッと離すとビーンってなりますよね。それと原理的には同じようなことが起きます。体が硬い人の方がハイキック蹴った時は爆発力がある傾向にあります。じゃあ体が硬ければ、どうやってハイキックを蹴ればいいかというところですけれども、ハイキックで大事になってくるのは体の傾け方、それからタイミング、そして軌道、この3つで、ハイキックが当たるかどうかっていうのが決まります。体が柔らかい人っていうのは、相手がここにいたとしても、その場で足をピッと上げたら、横から当てることができますが、硬い人の場合はこのまま蹴っても当たりませんし、届きません。ただ体が硬くても、この体の傾けですね、どのぐらい傾けるかによって蹴れる高さは変わってきます。体を倒せば倒すほど、高く蹴れます。ピーター・アース選手なんかはハイキックが得意ですが、体が硬いっていうのは結構有名です。でもピーター・アース選手は体を倒しながらいいタイミングで傾けて蹴るので、ハイキックがすごく上手です。なので一つ目は体の傾け方、当てたいところに対して蹴り足と反対側に重心を持っていきながら倒します。そしてしっかり手を振ること、手を振ることによって足はパッと瞬発的に上がるので、その勢いを利用して高く振り上げることができます。これを横から無理に回したりしていると、なかなか当たりませんし、先に相手の攻撃をもらってしまうことになります。そしてタイミング、タイミングとしては相手が攻撃をしてくるとき、例えば右のパンチが来るときに自分が左へ移動しながら右足を、体を傾けながら蹴ってやると、相手の頭とこっちの足の距離っていうのは縮まるので、当てやすくなります。頭と足の距離が縮まるので当たりやすくなります。なので、体が硬くても頭を蹴ることが可能になります。いくつか、ハイキックのタイミング例をご紹介したいと思います。で最後に軌道です。蹴り足の軌道は大きく横から回す空手の回し蹴り、
この蹴り方は体が柔らかい人、股関節が柔らかい人の方が、やっぱり高く蹴ることができますが、回さずにまっすぐ、蹴り上げる。これは股関節の硬さが影響しにくく、足が高く上がりやすい傾向にあります。特に手をしっかり振ると、足というのはまっすぐ上がりやすくなります。この上げ方、軌道としては、まっすぐ上げてやった方が高く上がるようになります。なので最初の、1つ目のポイントで説明しましたが、体をしっかり傾けてやると同時に足をまっすぐ振り上げる。これを連動させると、高く蹴ることができます。あとは軸足をどのぐらい返すかで、蹴り足がどういう軌道で相手の方へ向かっていくかっていうのが変わってきます。僕の場合は左足を昔痛めているので左足の方が硬いです。なので左の方が柔軟性はありませんが、威力としては左の方が強いです。で、角度的な問題、器用さとしては左の方が硬い分、体を傾けたり角度を変えたり軸足の角度を変えたりして当てるのが練習すれば上手になりました。こんな風に体が硬くてもハイキックっていうのは蹴ることができるので、体を傾けるタイミングを測る、そしてまっすぐ足を振り上げる、この3点をしっかり注意しながら練習してみると、誰でもハイキックっていうのは蹴れるようになります。ぜひ参考にしてみてください。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらで、チャンネル登録していただければ嬉しいです。また高評価もよろしくお願いいたします。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。今日もありがとうございました。